戦国栗、戦国久都は、田島伊豆市藩の、第七代藩主。伊豆市藩戦国家十代。文政三年、1820年2月23日、第五代藩主、戦国久道の十次男として、伊豆市で生まれる。文政七年、1824年5月に、イボ兄で、第六代藩主の正美が死去した。正美には、死死がなかったため、隠居していた父。 久道は後継者の選定会議を江戸で開いたが、この会議の際に、過労の戦国久とし、左京が10歳になる息子の小太郎を連れて出府した。そして選定会議で久道の抜手である栗が後継者と決まり、幕府に養子届を出して7月13日に受理され、8月6日に家督を継いだ。ただし、養生のために久道が後継人となった。 ところが、左京が自分の息子を連れて出布したのに対し、左京の性的である、千国久常、ね、造主が我が後半主に立てて、主家を乗っ取るつもりだと久道に訴え、その結果として、文政8年、1825年に左京は過労職を罷免されて失脚した。こうして造主が藩の実権を握ったが、造主は失足倹約だけの財政政策しか打ち出せず、 犯罪性が急暴する伊豆市藩の再建はならなかった。このため、久道は増主を解任し、再び、左京を取り立てた。このことがよほどショックだったようであり、増主はほどなくして病死する。性的のいなくなった左京は、以前の重症主義政策に加えて、厳しい倹約や運上、営業税の取り立て強化などを行った。特に綿淵という政策は、 家族一人に一国ットを支給するだけという厳しいのだったため、藩士の反発を買うことになる。そして天保二年、1831年に入ると、左京の息子、小太郎が、老中主座、松平康四人の命を正室に迎えたため、左京に反発する、佐古清兵衛、増主の実定らが久道に、左京は主家横領していると訴えた。しかし、久はこの訴えを却下し、 逆にさこらは、湿居に追い込んだ。さらに勝手役の家老、河野世兵衛が首謀者であるとして、追放した。追放された河野は、江戸詰めの戦国家の家臣、神谷天と手を結んで、八角や戦国家の分家に、左京の火を訴えた。これに対して左京は、江戸南町奉行の筒井正則に河野と神谷の捕獲を依頼し、河野を捕らえて、天保六年。 1835年に死罪に処した。しかし神谷は起点を聞かし、捕獲される直前に、友橋と合して、虚無像になっていたため、戦国家に引き渡されることがなく移住された。このため、事件は町奉行から自社奉行である脇坂安忠と部下の川地と明が担当することとなった。安忠は事件の調査をしていくうちに、 老中主座の松平康人までもが関わっていることが分かった。ここで事件を表沙汰にすれば、河津を失脚させて自分がいずれは幕府の権力者になることができと考えた安忠は、天保六年、1835年9月に、表情書で吟味を開始した。そして12月に出た採決の結果、左京に罪があるとして左京は、国門、小太郎は遠投。 その側近や容人は死罪、そして藩主である栗も、家政太り締まりを理由にされて五万八千国の所領を三万国に減らされた。老中の松平康市人は強制隠居、禁止となった。これが、いわゆる戦国騒動であり、松平を悲鳴した脇坂は、天保八年、1837年に老中に、認じられている。戦国騒動の後、藩政は、 増主の流れを組む主級派の荒木現場が行った。しかし、政治能力に乏しい荒木では犯罪制裁権はならず、栗は天保年、千年1839年に解任し、以後は自らが申請する形を取った。ところが栗は増主の弟、佐古セ兵衛を徴用して反省改革を行うようになる。これが先の騒動で追放された。 桜井一太郎には不満であり、この桜井から栗が佐古を徴用していることを抜閣に訴えられた。幕府としては、先の騒動に関連のある人物を徴用するということは、自分たちの採決をないがしろにしているということになる。このため、天保十四年1843年8月、幕府は再び栗に対して、佐古の切腹などを命じた。そして、栗の後見人として幕府は、 さきの桜井一太郎と堀新九郎を勘定奉行、家老として送り込んだ。つまり幕府は幕府と深いつながりのある二人を伊豆市藩の中枢に送り込むことで、栗を幕府の意向による海儡藩主に仕立て上げたのである。藩政の実権を掌握した新九郎は犯罪制の再建を目指し、開園四年1851年には村外により、 実質的に2500国の数をとなった。この政治手腕を称えられて、シンクロウは過六を倍増の500国とされ、中高の中心と称えられた。しかし、幕府の後ろ盾をもって反省を仕切るシンクロウのことを、栗も家臣団も快く思わなかった。嘉永七年、1854年4月には、ただや太郎がシンクロウの戦王を休断したが、栗はただを入浪に処した。 しかし、幕末の動乱で幕府の影響力が弱まったのを見た。栗は、文久2年、1862年12月に、おいで養子の正方と手を結んでシンクロを切腹に、処したのである。そして反論を、尊能派で統一した。その後、栗は、母親戦争では新政府に教順した。明治2年、1869年6月の、反赤奉還により、 伊豆主犯知事に任じられたが、明治3年、1870年1月28日には、家督を養子の正方に譲って隠居した。明治9年、1876年に、東京に移った。明治30年、1897年6月6日に、死去。去年78。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。